リチャード・ヘンリー・デーナリチャード・ヘンリー・デーナはアメリカ合衆国の法律家、政治家、ホブネ公会機の著者。1815年8月1日、デーナはマサチューセッツ州ケンブリッジの名家に生まれた。デーナは1831年にハーバード大学に入学したが、1834年にマシンの後遺症で目に障害を負い、大学を退学した。大学退学後、デーナは タイラスイフとなり、ホーンミサキ周りでアルタカリフォルニアを目指した。当初はヨーロッパでグランドツアーをする意向を持っていたが、視力障害により断念した。デーナは1834年8月にブリーク型ホブネの貨物船ピルグリム号でボストンを出港した。カリフォルニアに到着した後は、モントレー、サンペドロ、サンファンカピストラーノ、サンディエゴ、 サンタバーバラ、サンタクララなどの入植地やサンフランシスコを訪れた。デーナはカリフォルニアで2年を過ごした後、インド貿易船アラート号のカンパンインとしてマサチューセッツに帰郷した。デーナは再びホーンミサキ周りで航海し、1836年9月にボストンに到着した。2年の旅路の間、デーナは日記をつけていた。 デーナは帰郷後、旅行中の体験をもとに回装録、小船航海記を執筆し、1840年に発表した。この本の中でデーナは、水夫の重労働や体罰の様子を描き、このような待遇は改善されなければならないと述べた。この記録は、当時の貨物船の内情を国名に示す貴重な資料として扱われている。また、小船の運用に関する。 専門書としても評価され、イギリス海軍での教育にも使用された。デーナは2年間の公開後、ハーバード大学に復学した。デーナは法学大学院に進学し、法律を学んだ。デーナは1837年に大学院を修了し、間もなく弁護士として認可を受けた。デーナは開示法のエキスパートとして評判を上げ、タイラスイフの待遇改善に努めた。 デーナは1841年にザシーマン、エスフレンドを発表し、船乗りの法的権利や責務に関する標準的な参考書として評価された。1848年、デーナはハンドレーを掲げる自由土地等の設立を支援し、奴隷廃止論者の第一人者となった。1859年、デーナはキューバを訪れ、続いてキューバ併合に関する論議を連邦上院で行った。 デーナは、ハバナの島市街地や砂糖プランテーション、闘牛場、教会、病院、学校、刑務所などを訪問した。デーナは後に、キューバでの旅行記を、2、キューババックとして出版した。デーナは、南北戦争期諸島の1861年に、連邦地方検事に任ぜられた。デーナは、連邦最高裁において、連邦政府による南部公安の封鎖は、 正当なものであると述べ、その主張を認めさせた。デーナは1867年から1868年にかけてマサチューセッツ州議会で会議員を務めた。また、南部大統領ジェファーソン・デービスの裁判の際、連邦政府の法律顧問を務めた。1876年、デーナは中英講使に指名されたが、 デーナの執筆した法律書に盗作疑惑が持ち上がり、上院により棄却された。1882年1月6日、デーナはイタリアのローマにおいてインフルエンザにより死去した。デーナの遺体はローマ市内のプロテスタント墓地に埋葬された。デーナの父親はマサチューセッツ州ケンブリッジ出身のサッカリチャード・ヘンリー・デーナ、母親は マサチューセッツ州タウントン出身のルース・シャーロット・スミス。共に17世紀半ばにイングランドからマサチューセッツ植民地に入植した移民の子孫であった。1841年8月25日、デーナはコネチカット州ハートフォードにおいてコネチカット州ウィンザーの出身の商人の娘、サラ・ワトソンと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。 サラワトソンデーナルースシャーロットデーナエリザベスエラリーデーナメアリーロザモンドデーナリチャードヘンリーデーナアンジェラヘンリーエッタチャニングデーナダナ、p 5 0 5ハットラリーハットダナ、p 5 2 6ナ、p 5 2 8ありがとうございます